こんにちは、明石です。今回はリーグ戦4試合を戦って未だ無敗アルビレックス新潟についてやっていきたいと思います。今季は6年ぶりの J1 昇格を成し遂げ、新加入選手も4人と少なかったため心配の声もありましたが、シーズンが始まれば誰もが驚くような素晴らしいパフォーマンスが続いています。開幕戦ではセレッソ大阪と対戦しました。幸先よく先制に成功、しかし同点に追いつかれ、さらに逆転ゴールを許してしまいました。ただ終盤のセットプレーでなんとか追いつき2対2のドロー。この試合では伊藤亮太郎選手が2アシストと攻撃を牽引しました。2節ではサンフレッチェ広島と対戦しました。前半いい形で試合に入れたこともあり2点を先制。後半に相手の選手交代などシステム変更があり防戦一方となってしまいましたが、1失点に抑えて2対1の勝利、今季初勝利を飾りました。この試合では太田修介選手が1ゴール1アシストと J1 リーグデビュー戦ながら活躍が光る試合になりました。3節ではコンサドーレ札幌と対戦しました。今季初めて先制点を許す試合になりましたが、4分後に追いつき前半終了間際のロスタイムに逆転。しかし後半にビルドアップのパスミスをカットされ、その流れから失点。この失点で追いつかれ2対2のドローで引き分けとなりました。この試合では伊藤亮太郎選手が今季初ゴール、さらに2点目を演出するフリーキックのキッカーを務めていました。その2点目を決めた太田修介選手は2試合連続ゴールとなりました。水曜日に行われたルヴァンカップではアビスパ福岡と対戦しました。試合率 68% とボールを支配したものの、決定的チャンスを決めきれず、逆に相手にワンチャンスを決められてしまい0対1の敗戦。公式戦初黒星となりました。4節は昨シーズン2位の強豪川崎フロンターレと対戦しました。渡辺選手が相手からボールを刈り取り、そのボールを受けた伊藤亮太郎選手が相手ゴールキーパーの位置をしっかりと確認し、低い弾道のシュートをゴールに突き刺し先制に成功。このゴールで伊藤選手は2試合連続ゴールとなりました。その後チャンスを作るも相手ゴールキーパーのチョンソンロン選手に何度も止められ追加点を奪えませんでしたが、新潟のゴールキーパーである小島選手は1失点も許さず1対0の勝利、今季2勝目を挙げ、さらに今季初の完封勝利を挙げました。ここまでリーグ戦4試合戦って2勝2分けと負けがありません。さらに2勝は広島と川崎からの勝利と素晴らしいスタートを切りました。そして新潟はリーグ戦で7得点しているのですが、その7得点全てに絡んでいる伊藤亮太郎選手、今季も本当に恐ろしい活躍をしています。新潟の絶対的選手であり、まさに怪物級の選手です。今季ここまで2ゴール2アシスト、そして2ゴールはいずれもゴールキーパーの位置を見て反応しても届かない素晴らしい構成のミドルシュートで得点しています。伊藤選手の特徴はキック精度とドリブルで攻撃において全てできる選手です。今季の活躍を見ても自分でボールを持ち運んでからのアシスト、コーナーキック、フリーキックなどからの得点の演出など特徴が存分に発揮されています。さらに視野がとても広いため、周りの動きを見てシュート、パス、ドリブルの判断ができる素晴らしい選手です。今後のさらなる活躍に期待したいです。もう一人、太田修介選手、今季から新潟に加入しました。そして今季が J1 リーグ初舞台となっています。しかしすでに2ゴール1アシスト、チームに適応し素晴らしい活躍をしています。さらにこの2ゴールはいずれも利き足ではない左足でのゴールと得点能力の高さを見せつけています。伊藤選手とのコンビネーションも素晴らしく、裏抜けする動きなどハードワークができるため、今後も新潟の攻撃を支える活躍にも期待したいです。今季のアルビレックス新潟は新加入選手、既存選手がうまく融合している部分もあり、新潟のスタイルであるボールを支配するパスサッカーで結果を残しています。ただ外国人選手であるネスカオ選手とゴメス選手はまだ完全にはフィットしきっていないため、今後チームに適応した時、さらにレベルアップしたアルビレックス新潟が見れると思います。今後のさらなる飛躍に期待して見ていきたいです。ご視聴ありがとうございました。